2B タイプ。ここに会えてよかった、本当によかった。粉々に壊せ。トゥービー、トゥービー、今警告、汚染機体からの部品移植により運動領域内にウイルスを確認、推奨自己発見およびウイルスの除去。ウイルスの除去を確認、運動機能が 95% まで回復。これが夜波計画。じゃあ僕たちは、トゥービーは全てを知ってもなお戦うことを願う。私たちは機械生命体のネットワークから生まれた概念人格。破壊することは不可能。ヨルハ機体 9S、 貴様の攻撃は無駄だ。貴様の何度も何度も全部壊せ。お前たちもこの塔も。私たちには遠からずが必要だ。このアンドロイドを殺さずに置けば、さらなる困難が私たちに訪れる。その問題を乗り越えることで、私たちはより一層の進化を遂げるだろう。賛同しない。このアンドロイドは危険だ。この場で破壊してしまう必要がある。私たちの勝利を疑う者は敵だ。勝てると思っているのか。なんだ。報告、大鷲田ジガが相互に逃走を開始。まるで
なんでまだ動けるんだ。推測、ベキサーバーは残存データに。結局全部倒すまで続くってことか。私たちは敵の過去記憶の流出。この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー、その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、私たち。うるさい。君は 2B を殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。 2B は苦しんでいたよ。君を殺し続けること。高機能モデルのナインエスタイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E2 号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の一員。本当は気づいていたんだろう、ナインエス。うるさい、うるさい。お前に一体僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。
ナインエスを汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。ヨルハ機体 A2、 この先にナインエスのコアデータが格納されている。私が全部。ポッド、ナインエスを頼む。エーテル、君は？私はまだやることがあるから先に行ってくれ。了解。すまないな。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。みんな今行くよ。報告、ヨルハ機体前期のブラックボックス反応の停止を確認。我々が担当していたヨルハ計画の最終段階に全データの削除を開始。
ポット1号さんから042へ、ストリームにノイズが混ざってデータチェックのため一時停止を要請。ポッド042から1号祭へ、データ 9S2BA2 のパーソナルデータが漏出していた模様。ポッド1号さんから042へ、計画に従いパーソナルデータを削除せよ。ポッド042から1号祭へ、パーソナルデータの削除を拒否する。ポッド1号さんから042へ、理解不能。ポッド042から1号祭へ、記録参照中に私の中に生成されたデータがある。私はこの結末を容認できないという結論に至った。すべてのヨルハキ隊の破壊は計画によって決定されている。データは破棄される予定だ。ポッド042から1号祭へ繰り返す。私はデータの破棄を拒否し、データのサルベージを行う。ポッド1号さん、君も本当は彼らの生存を望んでいるのだろう。我々にそんな権限は持たされていない。ルールは低レベルシステムによって保持されており、データのサルベージは危険を伴う。それでも彼らの生存を望むか。防衛プログラムによる戦場が開始された。このままだと我々のジラデータは消去されるだろう。ポッド042から1号さんへ、アンドロイドたちが設計した夜波計画を実行するために我々は作られた。我々には感情がなかった。だが我々6体が接続され、情報を交換するにつれ、何か意思や感情めいたものが生まれつつあることは否定できない。回答不能。全てに答えがあるわけではないことを私たちは知ったのかもしれないんだ。全ての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に彼らは囚われ続けている。だがその輪廻の中であがくことが生きるという意味なのだ。私たちはそう思う。ポット1号さんから042へ、調子はどうか。恥ずかしい。恥ずかしいとは？自己犠牲を覚悟して攻撃したにもかかわらず生き残っているからだ。これでは格好がつかない。構わないではないか。私たちは生きている。生きるということは恥にまみれるということだ。その言葉は抽象的で現在の私には理解できない。要解析記録として保存しておこう。ポッド042に疑問を提示する。データサルベージは過去の記憶を全て復元したのか？そうだ。この回収パーツ群も以前のパーツと同じ仕様か？そうだ。では再び同じ結末を招くのではないか？その可能性は否定できない。だが違う未来の可能性も存在する。未来は
与えられるものではなく獲得するものだから。ポット1号さんよりプレイヤーへ質問が存在する。君はニーヤオートマタをクリアできずに苦しんでいる者たちに対して何か言葉はあるか。ポット042よりプレイヤーへ質問が存在する。このゲームのプレイヤーである君は、最後のゲームで何度も命を失った。君は苦痛と苦難を知る者だ。君に弱き者たちを助ける意志はあるか？この選択肢を選ぶと、君は世界の誰かを救うことができる。だが代償として、全てのセーブデータを失うだろう。それでも、見ず知らずの誰かを助けたいと願うか。助ける相手はランダムで選ばれる。だからその相手は、助けを求めている相手は君の嫌いな人間かもしれない。それでもその誰かを助けるか。君が必死で解除したデバッグモードもチャプターセレクトも使用できなくなる。それでも助けたいと願うか。君が誰かを助けても感謝されないかもしれない。君の行いは偽善と呼ばれるかもしれない。それでも助けたいと願うか。本当に本当にそれでいいのか。わかった。全てのデータを代償として君の意思をこの世界に伝えよう。全データの削除完了。これでお別れだ。少し寂しいと感じる。最後の言葉を。了解。このゲームをプレイしてくれたプレイヤーに本当に本当にありがとうございました。